てててれてね、てててれれれ、てて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 。皆さん、今年ももうわずか1週間ちょいしかないわけでございますけれども、もうやりきりましたか ?2023 年、やり残したことはないと言えますでしょうか？大晦日迎えられますでしょうか？それを考えたときに、私ですね、あれやってないわみたいな、やりたいとね、ずっと思ってたんですけれども、やれてなかったわっていうことが一点あったんですね。で、それを来週やろうと思っています。26日かなにやろうと思ってて、で、それ何やったかっていうのは、まあ、感想動画として次の日にですね、まあ、投稿したいなと思っておりますので、チェックしていただけますと幸いですっていうことで、そんな私が今年の締めくくりとして視聴してまいりました。劇場版、スパイファミリー、これちょっと緑なんでね、グリーンバックにしたら透けるのかな。劇場版、スパイファミリーを視聴してまいりましたので、ネタバレなしでお話ししていきたいなと思います。この、劇場版、スパイファミリーなんですけども、オリジナルストーリーとなっているね、今回の劇場版のために作られたストーリーということで、あらすじを紹介させていただきます。E 電工では、学校挙げての調理実習が行われることに、しかも優勝者には、ステラが与えられるらしい。ステラを獲得して、任務を進めたいロイドは、審査委員長の大好物、メレメレを作るため、伝統菓子の本場、フリディス地方への家族旅行を提案。しかし、道中、アーニャは、ある秘密を手に入れてしまい、謎の男たちに狙われることに、っていうあらすじになっているわけでございますけれども、まずはですね、面白かったのかどうかね、そちらをですね、私お伝えさせていただきたいなと思います。今回の劇場版スパイファミリー、良かったと思います。非常に良かった。もう正直言いますけれども、文句の付けどころがないなという、もうそういう作品だったなって、思うんですよね。なんでかっていうと、もう、スパイファミリーらしさ満載だったんですよね。それが、本当に良かったなぁと、心の底から思った試合でございます。で、今回の作品なんですけど、まあ、一応前半と後半で分けられるのかなと思っておりまして、前半はですね、もう家族温まるエピソード、そして後半はですね、バトル満載のシリアスパートということで、まあ、前半後半分けられるのかなと思うんですけども、どっちも良かったんですよ。どっちも、スパイファミリーらしさがあったなと思っていて、まず前半の、まあ、家族の温かさっていうと、やっぱスパイファミリーの売りだと思いますので、まあ、素晴らしいなと思った次第でございます。シナリオもそうですし、アニメーションの部分も素晴らしかったんじゃないかなと思った次第でございました。まあ、いろんなですね、家族温まるエピソードあったんじゃないかなと思うんですが、まあ、2点だけ私のおすすめシーンをですね、紹介させていただきます。まあ、ネタバレはなしなんでね、まあ、ふんわりとね、紹介させていただくんですけど、まず、1点目がですね、飲み物を使った見せ方、まあ、心情の見せ方っていうのが、まあ、非常に素晴らしかったなと思っていて、まあ、これはですね、ロイドとヨルさんです。この2人の心情の見せ方、家族のためを思って行動してるんですけども、これで大丈夫なのかなっていうね、自分を見つめるというシーンで飲み物を使うんですよね。例えばなんですけど、まあ、これ缶なんでね、透けませんけども、コップとかに水入ってて、で、人がね、こう、映ったら反対になるじゃないですか。まあ、それをうまいこと利用してですね、まあ、自分と見つめ合ってるんだっていうような見せ方をしてる。これは、ロイドも夜もね、どっちもあるんですよ。で、これ、飲み物っていうのが、まあ、非常に素晴らしかったなと思うんですね。まあ、その後繋がっていくっていう話なので、だからこの飲み物を使った、自分を見つめるというシーン、まあ、非常に素晴らしかったんじゃないかなと思いました。そんな、ロイドと夜さんなんですけどもですね、まあ、ひょんなことをきっかけに、観覧車乗ることになるんですね。で、この観覧車に乗ったっていうのが、まあ、すごくいいんですよ。ロイドとヨルさんがね、観覧車に乗ったっていう、これちゃんと前振りがあるんですよ。ロイドのセリフなんですけども、とある前振りがあってからの、観覧車に二人で乗って、心情に変化が起こっていくっていう、この一連の流れ、非常に素晴らしかったんじゃないかなと思いましたので、まあ、家族の、温かさを伝えるという前半パート、良かったんじゃないかなと、まあ、スパイファミリーらしさ満載だったんじゃないかなと思った次第でございます。そして、後半のですね、シリアスパートもアクション満載でね、まあ非常に見応えがあったんですけども、最近のね、劇場アニメって、劇場アニメ感がないっていうのを感じたりしますね。どういうことかっていうと、もうテレビアニメの映像がもう素晴らしすぎて、劇場に持っててもテレビアニメと一緒やんみたいな、テレビアニメシリーズから素晴らしいから、劇場でもそんな変わりませんよねみたいな、まあこんなん起こるかと思うんですけども、で、今回のスパイファミリーも、まあだってね、ウィットスタジオさん、クローバーワークスさんが、制作されているわけでございますから、もうテレビアニメシリーズからも映像素晴らしいんですよ。で、第2期の船の上でね、ヨルさんが戦闘してるシーンな
ってもうめちゃくちゃ素晴らしかった。なんか花火をバックにやってるシーンってもうめちゃくちゃ素晴らしい。もうテレビアニメのねもう枠を超えてとんでもないアニメーションだったなって思うんですけど、劇場版スパイファミリーに関しましてはもうギア1個上げてましたね。もうよりアクションシーンがもうどえらいことになってる。もうあの船の上のアクションシーンをさらに超えるようなアクションシーンを持ってくるっていうところですごいなと単純に思った次第でございました。そんなシリアスなシーンなんですけど、まあこれもスパイファミリーらしいというところで、まあギャグも入れてくるっていうね、まあちょっとほんわかとするようなシリアスシーンになっていたなと思いましたので、後半パートに関しましても良かったんじゃないかなと個人的に思った次第でございますっていう感じで、やっぱ前半後半どっちも良かったですし、まあ文句のつけどころないなとマジで思ってるんですけれども、面白いかって聞かれたら、まあ、良かったかどうかっていうのを聞かれたら良かったですって言うんですけど、面白いかどうかって聞かれると別に面白くはないかなっていうのが個人的な感想なんですね。で、なんでいいかっていうと、スパイファミリーらしいからなんですよね。だから、スパイファミリー大好きですみたいな、テレビアニメ見てて、スパイファミリーハマりましたっていう方が、今回の劇場スパイファミリー見に行ったら、もう大満足で帰っていくと思うんです。あ、スパイファミリー面白かったわーって帰っていくと思うんですけど、テレビアニメシリーズね、スパイファミリーを見ていて、なんか別にそんな響いてないみたいな、なんか面白いとかは思わないなーって方が見に行った時にどう思うかっていうと、もう全く同じ感想だと思います。あー、やっぱスパイファミリーだなーみたいな感じ。だから、良くも悪くもスパイファミリーなんですよ。テレビアニメシリーズのスパイファミリーを、まあ、劇場でやってる。まあアクションシーンなんかすごいですけども、やってる内容ってのはほんとテレビアニメシリーズと変わらないことを、ただ劇場でやってるっていう形なので、まあスパイファミリーが好きな方には刺さるし、まあそうではないなっていう方にはまあ普通みたいな、まあそんなかなみたいな、印象を抱くのかなと、個人的には思った次第でございました。そんなスパイファミリーはですね、やっぱもうちょい上のランクをね、目指してほしいなって私の勝手なね、願望がありましてですね、私ずっと言ってるんですけど、スパイファミリーでまあ深夜アニメねやってるかと思うんですが、もう夕方でええやみたいな、夕方に放送すればいいんじゃないのみたいなことを私ずっと言ってるんですよね。要はもうドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかコナンとかもうここと同じくくりの作品でいいんじゃないかなって思ってたりするんですよ。っていうのを踏まえた上でスパイファミリーの劇場版ってやっぱもう一押し欲しいなって思うんですよね。で、まあ別に私もね、ドラえもんであったり、クレヨンしんちゃんであったり、コナンであったりね、劇場作品全部見てるわけじゃないですよ。なぜなら別にドラえもん、クレヨンしんちゃん、コナンめっちゃ好きなわけじゃないから、たまに見に行こうかな、みたいな、ちょっと気になるなっていう時に見に行くぐらいなんですけど、いや、面白いんですよ。まあ今年のクレヨンしんちゃんのあの CG のやつは何やねんみたいな、もうあんたが頑張ってくださいみたいな感じだったんですけども、面白いじゃないですか。ちょっとベタにはなりますけども、ドラえもんで言うと、やっぱのび太の恐竜だとか、ワンニャン時空伝だとかめちゃくちゃ面白いなって思うし、まあクレヨンしんちゃんもベタですけども、大人帝国とか、やっぱロボ父ちゃんとか面白いなって思うし、まあコナンで言うと私あの、カラクレナイのなんたらみたいなやつ、あれ好きなんですけども、やっぱ面白いじゃないですか、コナンの映画もね。面白いなって思うんですよ。で、ここの違い、劇場版スパイファミリーと劇場版ドラえもん、クレヨン、しんちゃん、コナンと違いっていうのは、テレビアニメシリーズとちょっと違うことやるじゃないですか。テレビアニメでは伝えてないメッセージだとか、テレビアニメではやれていないことを、劇場版でやってるっていうのが、まあ、あの3作品、コナン、ドラえもん、クレヨン、しんちゃんかと思うんですけども、スパイファミリーはただただ劇場版でやったっていうだけだったかなって、個人的には思いますので、劇場版だからこその物語みたいなものが、やっぱ私、スパイファミリーには欲しかったなーって個人的には思った次第でございましたっていうところで、まとめますと、劇場版スパイファミリーはスパイファミリーらしさ満載だったので、まあ、そこは本当に良かったなと、文句のつけどころないなと思うんですけども、じゃあ面白いかっていうとそうではないよねっていう、テレビアニメシリーズの枠を超える劇場版スパイファミリーとしては物足りなさを感じる作品だったのかなと思った次第でございましたっていうことで、以上で感想を終わりたいなと思います。最後になんですけど、もうちょい経ったらね、もうちょい経ったら流行るだろうなっていう、スパイファミリー関連で流行るだろうなって思ってることがあって、それがその劇場版の主題歌についてたダンス、これ絶対流行ると思う。アーニャがね最後クレジットで踊ってるんです、あのヒゲダンの楽曲に乗せてね、なんかテーテテレテレテーテテレテレテーテテテテテテテみたいな、なんかこんなダンスをねアーニャやってるんですけど、これ流行ると思う。 TikTok とかね流行るんじゃないかな。しかもそのねダンスめっちゃ繰り返すの、繰り返しを踊るから流行らせる気満々やん思いながらね
見ていたんですけども、やっぱそういう人気っていうところやっぱスパイファミリーすごいやと。私、金曜日に見に行ったんですよ。公開日に見に行ったんですけど、私、富山県に住んでるんですが、もう大雪なんですよ。マジでめっちゃ雪降って、やべえみたいな感じやったのに、人めっちゃおったからね。うわ、スパイファミリー人気やみたいな。なんか興行収入もね、好スタートを切ったっていうことも聞いておりますし、50億いくんじゃない ?100 億はわからんけど、50億いくんじゃないかなっていうところで、人気は凄まじいですし、そうさせるための策略みたいなものも、散りばめられているなと思った次第でございます。もう本当にそこはすごいなというところでございます。っていうことで、動画自体も終わりたいなと思います。ぜひ皆様、スパイファミリー見に行ったよって方は、コメント欄で感想を教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめどこどこだと思うんで、あと1分くらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーで君と届けで。